ステージはブラームス作品集と題しまして、運命の歌、4つの厳粛な歌より、たとえ私が人々の言葉や使いたちの言葉を与えても、を指揮長島健一、ピアノ西川秀人で演奏いたします。ちなみに前奏部分が少し長く、ピアノの西川先生は、これ全部やるんですかと遠回しに文句を言っておられましたが、今宵は端折らずに弾いていただけるはずです。ぜひ前奏の素晴らしい演奏もお楽しみください。